では間もなく定刻になりますので始めたいと思います。 OK ですかね。はい、それでは、改めまして皆さんこんにちは。一次試験3ヶ月前、ステップアップ全国模試が終わったらすぐにやるべきことということでですね、今日担当いたしますレック専任講師金城でございます。どうぞよろしくお願いいたします。でこちらはですね、今北海道札幌本校からですね、九州は福岡本校まで全国中継をしておりますので、模擬試験を受けて本当にヘトヘトのところだと思いますが、まあ、1時間弱ですね、お付き合いいただければと思いますので、どうぞ画面の前の皆さんもよろしくお願いいたします。さて、今ちょうどこちらはですね、池袋本校、東京の池袋本校からお送りしているんですけど、大体まあ40人50人ぐらいの方がお集まりいただいております。本当にお疲れ様でした。で今回、昨日今日と2日間ですね、まあ初めてその2日丸々、試験を受けたという方どれぐらいいらっしゃいます？あ、半分以上、3分の2ぐらい。はい、ありがとうございます。どうですか、初めて受けてみて結構疲れませんかね。でまあちょうど今東京は昨日今日とまあまあ20数度ぐらいな感じでしたけども、本番は8月ですからね。8月ですので、まあ暑い、カンカン照りだったりだとか、あと会場によっても空調が変わったりだとか、いろいろ状況が違いますので、今よりも昨日今日受けたよりも過酷になるもんだと思っておけばよろしいんじゃないでしょうかね。はい、で今回はこのタイトルにもある通りですね、こちらのレジュメを使いながらちょっと進めてまいりたいと思います。で、まず、まあ、じゃあ1ページめくっちゃいましょうかね。よいしょ。はい、ステップアップ全国模試の位置づけというふうにこちら書いてございますけれども、まあもう皆さんご存知の通り、もう PDCA のことを言っておりますよと。で普段、まあ、よく私もですね、毎年のように新入社員研修とかやっておるものですから、まあ、先月はPDCA サイクル回すとかね、結構新入社員の皆さんに言ってましたが、社会人の皆さん大半だと思います。普段 PDCA 回してますって言われるとドキッとする人もいると思いますけども、頭で分かっててもなかなか PDCA って、まあ、回そうと思っても回しづらいところあると思うんですよ。いろいろ想定しない仕事が、ね、マルチタスクで降ってきたりだとか。で今回この皆さんにご提案するのはですね、もう今皆さん模試を受けた、もう D は終わってるので、ここから先ですよ。チェックアクションね、チェックアクション。じゃあいわゆる一般的に PDCA サイクルの、まあ、チェックアクションの仕方ってどうします？これ一般論の話、一般論の話。もし皆さんが、職場でね、新入社員に PDCA のチェックアクションってどうすればいいんですかって聞かれたら、皆さんどうアドバイスします？新入社員に。単純です。チェックのポイント、チェックのポイントはもうこれだけです。できていることとできてないこと、これを確認する、これだけです。シンプルですよ。できていることとできてないことを確認すること、ね、じゃあ何ができているの、何ができてないの。それはここにも書いてあるけれども、あるべき姿に対して現状ね、ここまではできてますよ、でもここができてませんよ。山登りに対してここまでは登ったけどこれだけ残ってると、こんなイメージです。仕事もこれが完成形に対してここまではできています、あとこれだけです。これがチェックです。簡単でしょ。ゴールに対して現状とのギャップを把握する、どこまでできていて何ができていないのかを明らかにする、これだけなんです。これが PDCA サイクルのチェックの仕方。ということは皆さんは8月のあるべき姿ね、8月の3日4日
今年は試験ですね。8月3日4日に合格するために、じゃあ7科目受けるとしたら420点だ。420点に対して、じゃあ仮に昨日今日と試験を受けてどこら辺までできてますかというような位置づけですよね。受かるために今自分は何ができていて何ができてないのかを明らかにするっていうのがこのチェックです。だからそれをやりましょうっていう話で、模試を受けて受けっぱなしにするのが最悪なのでね。なのでできてることとできてないことを明らかにして、じゃあ残りのアクションはじゃあ何をすべきか、今後の計画修正を行うと。アクションとしてね、じゃあできてないところをどうできるようにするのかっていうのを考える。はい。だからお伝えしたいのは本当にもう今日のテーマはこれだけです。ちゃんとチェックしましょうねと、でアクションを起こそうよとっていうのが今日の趣旨です。なのでこれをまあ私なりにね、こんな感じでいかがでしょうかっていうふうに、私の受験生時代の経験も踏まえながら、お伝えしていきたいなと思っております。じゃあですね、まず学習計画を立てる前にということで、ちょっとここですね、ざっくり定量的にどんぐらい勉強時間残ってんのっていう感じで、まあ明日からちょうどこう13週間残ってるんですね、本試験まで。なのでじゃあざっくり1週間でだいたい、まあなかなかこう決まった時間難しいでしょうけど、例えばじゃあ平日まあ30分ぐらい 0.5 時間例えばね、まあ皆さんどうか分かんないですよ。で休日、まあ、週休2日と仮定した場合ね、じゃあ10時間ぐらい、ね、これで大体まあ22.5時間取れますと。ざっくりざっくりやってますよ、ね、で13週間を 22.5 時間をかけると300時間弱か、多分それぐらいになると思います、まあ、約300時間と、はい、こんなイメージですかね。ものすごくざっくりやってます、はい、こんな感じです。つまり皆さんに残された時間ってもう300時間切るぐらいだと思うんですよ。まともに毎週22時間勉強するのって結構大変なので、ざっくり20時間でも1ヶ月80時間でしょ。そしたら3ヶ月しか残ってないんです。だからもう250時間ぐらい残りっていう人もいるでしょう。だから250から300時間ぐらいしか残ってないんですよ。だからそれをどう配分するかです、ね、それをどの科目とか、今後のどういうやり方をするか。だからまずは定量的にざっくり自分に残された時間を把握しましょうと、ゴールまでね。そうするとまあ、5月、6月、7月と3ヶ月なので300時間、もう私はそういう考え方、ざっくり300時間と。でも1ヶ月100時間勉強するのは厳しいです、経験上分かってますけどね、はい、なのでだいたい250時間ぐらいじゃないですかねと思ってます、はい。だからこれを皆さん自身で このね計算はやってください。で、得点を伸ばすために意識する前提とか書かれてますけれども、まあ、要はインプットとアウトプットしかないよって話、シンプル。一次試験の勉強はインとアウトだけです、これだけ、シンプルね。なので感覚的に言うとこんな感じかな、ちょっと書きますね、よいしょ、ざっくり、よいしょ、こうしようか。5月、6月、7月っていうふうに置いた場合、見えますかね、5月、6月、7月ね、3ヶ月残されてますよと。そうすると、5月はまあインプットも最後のインプットかな、でインタスアウトで、7月はもうアウトプット中心、ざっくりもうこんな感じかな。もう7月になってからインプットする必要はありません。7月になったらもう本試験に向けて1ヶ月切ったら、もうここは徹底的にもう過去問を使ったアウトプット
ってことになってきます。まあ、これについてはまた私多分ね6月30日にまた同じことを話すと思います。1ヶ月前の過ごし方この時言うと思うけど、7月はもうアウトプットですよと。ということはインプットできるのって多分今月いっぱい、うん、5月いっぱいぐらいにした方が無難かなという感じです。はい、なのでテキスト読んだりだとかね、インプットっていうのはもう5月いっぱいに仕上げるような計画にしたいなと。で6月から徐々にもうアウトプットの比率を増やしていく。できる人はもう今からアウトプットやっていいんだけれども、ざっくりこんな感じね、残された時間、うん、3ヶ月で仕上げるっていうのであれば、はい、でこれをじゃあどれをインをしてどれをアウトするのかっていうのが次のページのここなんですよ。でこれもすごく感覚的なものでね、縦軸得意不得意、まあ、苦手、横軸点数取れた取れなかったと。まあそうですね、ざっくりじゃあ高得点とか80点ぐらい、こっちがね80、70、60、まあ、この辺を50点ぐらいにしましょうか。真ん中、まあ、好きにしてください、自分の好きな、ね、50点ぐらいで低得点と、まあ、足切りと、はい、適当に横軸点数を取ったときに、で縦軸は感覚として自分の得意な科目とか好きな科目でいいです。で下苦手な科目で分けたときに、今回の模試のね点数、皆さん自己採点すると思うんですよ。で自己採点したときに それぞれ得意科目でやっぱり確実に点が取れたものと、得意だったんだけどミスったで、たまたま点が取れたものとやっぱり点取れなかったっていう4つに分かれるはずなんですよね。それをざっくりプロットしてみてほしいなと思います。これ後でお家帰ってからでいいですよ、ざっくりね、はい、でそれぞれ大きくこの4つでインプットとアウトプットの比率を変えてみてはいかがですかっていうご提案なんですね。でちょっと試しにですね、これ以前別 のセミナーなんかではお見せしてるんですけども、私がですね、受験生時代の、はい、お恥ずかしいんですが、レックの模擬試験の結果をお見せします。恥ずかしい、もう恥ずかしくてしょうがないですが、これ私が受験生時代のレックの、ちょうど今ぐらい6月ぐらいの、模擬試験の成績です。当時今からもう15年前なので、8科目あります。はい、8科目1000点満点っていうのが今と違うところですね。はい、で、ざーっと見ていくと1000点満点中、まあ、トータルで575点というのがこう私のトータルの点数なので、まあ、当然これは不合格ですね。600点が合格なので今と一緒です。6割取れば合格なので不合格なんですけども、で経済学が56点、財務53点、中途半端ですね。で企業経営が136点、これ200点満点です。今の点数に直すと、まあ、68点ということになるんですかね。はい、結構企業経営理論は得意でした。で、運営管理49点、ダメですね。法務77点で、この科目がもう今ないんですよ。新規事業開発っていう科目がこれ二次試験に今入ってます。で、情報システム66点で、中小企業経営政策助言理論73点。これ助言理論っていうのが昔はコーチングが入ってたんですね、中小に。今はなくなりましたけども、73点ってこれ200点満点ですからね。なので今の点数に直すと36点ぐらい、だから思いっきり足切りなんですよ、中小ね。全く勉強してなかったんで恥ずかしながら、まあこういうのが私が大体5月末だったかな、これ当時のレックの模試これ受けたんです。そうすると5月末にこれ受けて、ああやばいと、ね、中小が全くできてない、 もちろん、ね、やってないから取れないのは当たり前なんだけど、運営管理がね結構取れてないなとか、はい、なかなか60点超えられないなみたいな、やっぱそんなのを覚えてます。でここでまあさっきのね、これにプロットしていくわけですよ、ざっくり自分の感覚とね。例えば企業経理論は得意でしかも高得点取れましたよと。だけど
経済とか財務は得意なはずなんだけど、いまいち、ね、60点超えてないと。私心を60点にしましたけどね、60点の壁を超えられなかったと。で、運営管理も大好きなはずなのに40点台だったと。で、一方で苦手だなと思ってたフォームが70点ぐらい取れてるわけですよ。意外なんですよね。なんでこんなに取れたか分かんないと。で、情報システムは苦手でした。私は情報システム苦手で、中小はそもそもやってませんでしたというふうに、まあ、ざっくりこう当時のこの私の結果をねプロットするとこんな感じになるわけですよ。そうすると仮にこの A のスモール A、 この右上にプロットされた企業経理論ですね、あのこれ確かにご覧のように企業経理論、私これもね1169人中1番取ってるぐらいなので、はい、私本当に企業経理論大得意だったんですね、受験生の時に。なのでこの模試以降企業経理論やってません、ほとんどやってないです、はい、もう過去問をパラーッと見るぐらいで、あのぶっちゃけ何もやらなくていい。だからここに書いてあるのは本当に極端ですが、何もやらなくていいですよ、得意科目だから当然高得点ですよ、いや何もやらなくていいです、だって現時点で取れてんだもん高得点が。だからこの力を落とさないように、ね、落とさないように基本何もやらなくていいですよ。ただたまにね、まあ、目に触れるぐらい、はい、だから私も1週間に1回ぐらい、まあ、企業経理論の過去問パラパラは見ましたけど、30分もやってないですね、はい、だから気分転換に、情報システムとか大嫌いだったんで、情報の勉強やだと思って、うーんってもう辛いと思った時に企業経理論を見て、あニヤニヤするみたいな、そんな感じで気分転換に企業経理論は使ってました。だからそんな感じなので、まとめるとまずこちらの得意で高得点にプロットされるような科目がある人は私は企業経理論だけでしたけれども、やんなくていいです、ほとんど時間を割かなくていいです。じゃあ難しいのはここなんですよ。苦手なんだけどたまたま取れたと。さっきで言うと私は経営法もたまたま70点取れちゃったんですね。77点ですよ、すごいですよね、これたまたまですよ本当に。だから苦手なはずなのに取れてしまった、ここで油断しちゃダメなんですよね。ただあのたまたまと言いつつもある程度2択まで絞って当ててるんですよね、結構ね、中身を見たら2択まで絞れてていい方に転がってると。ということはそのある程度基本はできていると。こうたまたまでね、全くの運だけで7割は取れないですよ。ある程度やっぱり基本があってからの2択が全部うまくいったパターン、なので逆パターンもあるんですよね、はい、2択までいけてるのに全部外しちゃうってパターンはもちろん経験してます。だからこの苦手科目がどっちに転んだかなんですよ、高得点に転んだのか低得点に転んだのか。たまたまこの私は苦手科目がいい方にこの時は転んだと。でも悪い方に転ぶ可能性もあるわけですよね。だから当然これはアウトプットを中心にいろんな問題をたくさん解いて、で2択の精度を高めていく方向性ですよね。新しいことを覚えるというよりも精度を高めていく、はい、というのがポイントになります。ですので、まあ、アウトプット中心でその2択の精度を高めていくっていうような考え方をお勧めしたいの。だ事実私はこれこの模試の後ホーム77点はまぐれなので、じゃあ本番で77取るためにはどうすればいいのかってのを考えました。そうするとやはり過去問を中心にそのなんていうの、2択までは絞れてるんだから、その2択の精度を高めるっていう訓練を徹底的にアウトプットしました、はい、それでまあ本番でも、本番では6割ちょいだったんですけどね、はい、それでもまあ合格点は取れましたので、
ぱりアウトプット中心っていうのに変わりはないんです。一方でこのここですね、この左上低得点の方ですね、得意だったはずなのに点が取れなかった、これ実は結構根が深くて、いつもは取れてるはずなのにたまたま今日昨日取れなかったって人もいると思うんですよ。普段はここら辺取れてるはずなのに、この模擬試験ではこっちになっちゃったと。運営管理が私がまさにそうです。運営管理だいたいいつも6割から7割取れてたはずなのに、この運営管理だと40点台、まあ、49点、うん、まあ、50点割っちゃったんですよね。だからやっぱり思わぬところで結構ね、足をすくわれてたりだとか、ケアレスミスとかね、まあ、いろいろありますけれども、なんでその点が取れなかったのかっていう原因をしっかりと探ってください。そうじゃないと多分本番でも同じミスをする、うん、得意科目と思い込んでるだけかもしれない、ただ好きなだけかもしれない。だからこれ一番怖いですね。と あれは得意だからと思ったら点が取れないってパターンね、これ気をつけてください。だからさっき あの苦手と思ってる方がまだいいんですよ。苦手なら勉強すればいいんだから、得意と思ってるとね、どうしても気が緩んだりするんですね。だからここ気をつけてくださいね。で、私にとってはこの運営管理がやっぱり得意と思ってて、でもよくよく原因を分析するとすごくこう基本的なところがおろそかだったりとかね、まあそういうのが見つかったので、それが模試の解説とかを読んでね、あ、ここ基本がちょっと分かってなかったなとかね、うん、そもそも知識が抜けてたっていうのもあったりとか、勘違いして覚えてたとかね。なので、まあ軽いインプット見直しっていうのがちょっと必要になってきます。そこで、まあ、ここで皆さんにご提案しているのは、まあ、ざっくりインプット2対2ぐらいの、インとアウトも同じぐらいなバランスでやったらどうですかねみたいな、ね、感じでちょっとご提案をしています。この数字はあくまでも私の感覚なので、皆さんこれ調整してほしいんですけども、この得意なはずなんだけど間違ったやつは、インプットのやり直しが必要な可能性あります。インプットをもう一回ね、だから5月中に総復習、はい、的な、ものが必要になってくるのかなというのが、このここね、得意だからインプットがね曖昧になってる可能性があるんですよ。知ってる知ってる、分かる分かるみたいな感じで曖昧とか、あとは、まあ、財務とか経済学とか私この辺だったんですけども、やっぱりちょっとやっぱり基本的なところがねおろそかになってて、ケアレスミスしたりとかね、そういうのありましたので、もう一回基本から見直しをしました、はい。まあ、そんな感じかな。なので、まあ、本番では経済学8割とか運営管理も7割ぐらい取れましたので、やっぱここでもう一度基本を見直したのが良かったですね、5月6月のタイミングで、はい。まあ、これは私の経験談からなので、あくまでも参考までにね。で、全力を尽くさなきゃいけないのはもうお分かりでしょうけど、この一番左下の苦手でやっぱり取れなかったという科目まあ私で言うと、先ほどお見せしたこの中小ですよね。中小、まあ、そもそもやってなかったので当然200点満点中73点というね、はい、足切り状態なわけです。で、こっからまあ中小の科目の時にいつもね話してるんで聞いたことある人いると思いますけど、このあと6月だったかな、当時何週2週間後ぐらいに、某タックさんの模試があったんですね。で、タックさんの模試で、当時私のタックさんの成績をなぜか持ってるというね、はい、タックさんの模試でこの時点で119点まで伸びてきてるわけですね、200点満点中、中小が。だから2週間死ぬ気でインプットしたら6割ぐらい取れるようになるわけですよ、うん、で相変わらずほら運営管理がさ46でしょ、だから本当やばかったんですよね、自分にとって。で、企業経理論はまあ120点取れてるし6割超えてるんですよ。
で、まあ、財務も伸びてきて79点そうって感じで、まあ、タックさんの模試でも財務79、企業経営124とか取れてるの でホームもな77取れてるんですよね。やっぱホームはね苦手意識だけだったのかなって気はするんですよね。だ運営管理がやばいな、で中小が伸びてきたなというのが当時6月中のこれの私の成績ですね。でこれが最後7月にファイナル模試っていうのがレックであって、それを受けた時のこれが私の点数です。そうすると中小企業形成が153点だから76点ぐらい、今に直すと7割超えてきてるんですよ。企業経理論相変わらず120取れてるけれども、ね、で財務も70でやっと運営管理が6割超えたみたいな感じで、まあまあ仕上がってきたかなと、はい、で合計650点なのでまあまあ合格点ということで、まあ、当然受かるんですけれども、だからこういうふうに PDCA って回していくんですよっていう一つの例ですね。自分が合格に向けて足りないところをピックアップして、じゃあ合格するまでにどうやっていこうかっていうふうに立てていったら当然受かりますよねって話です、ね、なので皆さんも受けて終わりではなくて、で、あ、点数取れたやったとか、クソ取れなかったじゃなくて、それをじゃあどれだけ残された300時間という時間リソースを配分するのかなんですよ。だから当然私はこの左下の中小全くやってなかったから一番時間使いましたよ、ね、だから本番でもう9割点数が取れるわけですよね。だそれ以外の企業経理論も全然やってなくてもずっと模試で6割は取れてたので、まあ、やっぱりいいでしょうって形でっていう形でねやりましたので、まあ、ぜひ皆さんも自分自身に合わせた残りの時間配分をちょっと意識してみてください。ここまでが、この全体像の話ね。で今言った私のざっくりのご提案がこんな感じです。なので得意で点取れたんだったら、まあこれ全部で、まあ、ざっくりねアウトプット1の割合、アウトプット2の割合、インとアウト2ずつで、インを3、アウト1みたいなざっくりとした割合で分けたときにね、はい、そうするとそれぞれ、まあ、ここに当てはめていけば何十時間配分するのかって、もうここで細かく説明しない、後で読んでもらえば分かると思うので、ざっくりこれを目安に時間配分してみてはいかがでしょうかと、はい、ちょっとね、参考までにやってみてくださいと。まずここまで、これが、PDCA の話ね、チェックアクションの話で、チェックをしましたよ今ね、チェックしたよね、できてないところ この科目ができてないというのはチェックした。じゃあ具体的にどんなアクションをするのか、これからですよ。今時間配分終わりました。じゃあその時間で何をしていくのかの話をしていきたいと思います。じゃあ4ページの方で、活用の仕方、まあ、ここも読んでもらえば分かりますけれども、一番最初にやらなきゃいけないこと、一番最初にやらなきゃいけないことは、できれば今日中にお家でこれやってほしいんですね。自信を持って解けた問題、自信を持って、あ、これはうが答えだとかね、これはあだとか、自信を持って解けた問題と、これどっちかなって2択で迷った問題とかさ、もう要は自信がなかった問題に大きく2つに分けてください。OK、これはいつも言ってる話なので聞いたことある人多いと思いますが、もう一度言いますね。自信持って解けた問題、分かった問題と、2択とか3択レベルの問題に分ける。で分けましたよね。じゃあ次ね、今度は自信を持って間違った問題、自信あったのにミスった問題、これを今週中に徹底して修正する。なんで自信持って間違ったやつを今週中にやらなきゃいけないの？それは本番でも自信持って間違う可能性があるからですよ。
自信あって間違えたってことはどっか勘違いしたりとかねしてるわけでしょ。危ない危ない、例えば財務で公式間違えて覚えてたとかさ、間違って何か暗記してたとか、単語間違ってたとか、逆に覚えてたとかあるかもしれない。そこを直す、まずいいの一番にね、本番で同じミスをしないっていうのが一番大事なことなので、自信を持って間違ってしまった問題から潰す。そのために覚えてるうちにね、あ、昨日こう解いたよなとか、昨日これ迷ったなとか、まだ覚えてるでしょ。今日解いたのは もちろん覚えてるでしょ。あ、今日この問題難しかったなとか、これは楽勝とか。だから今日中にチェックしとかないと後で思い出しづらくなるからです。だから今日中に仕分けをしといてくださいね。自信持ってたものと自信がないものでいいです。で、自信持って間違ったものを修正する、一番最初に。で、あとは大半がもう自信持って当たったのはもうほっといていいわけです。解説も読まなくていい、だって当たったんだから、自信持ってんだからね、万全なんだから大丈夫です。はい、大事なのは、まあ、間違えた問題、2択まで絞れた問題と、はい、いうことをやっていかなければいけないと。で、レックでは一応まあ重要度、ね、星印つけてますので、星印の重要度が高いものから最初にやるみたいな形で、まあ、真っ先に復習してくださいねというのは、もうこれはもうもちろんのことです。で、裏返すと重要度が低いものはもうやんなくてもいいって言っちゃうと語弊あるけれども、後回しでいいです、後回しでいいです。とにかく星3つだから、例えばじゃあ今週は星3つだけやるとかさ、来週は星2つやるとか、例えばそんな感じでメリハリをつけて、はい、やってみてください。星が多いほど重要度高いので。で、この一番下が大事なんですけどね、これ過去問の話の時に私いつも言ってるんですけども、これですね、不正解詞はその文章を正解詞にするにはどう修正すればいいのか、いいですか、これが勉強ですからね。過去問も一緒ですよ。問題が解けた解けないっていうのはどうだっていいわけだ、この時点では。本番で解けりゃいいんだから、模試で解けたよかった、解けなかったダメだったどうでもいい。むしろ模試を、選択肢を教材にするっていう感覚ね。問題が解けた解けないどうだっていいんだ、本番で受かればいいんだ。だから模擬試験のあ、い、う、え、おの選択肢を皆さんはゲットしたわけだから、じゃあ、あ、正しいことが書いてあれば OK、 いい、嘘が書いてあったらどうすればいいを正しく直せるのかな、そこに頭使ってほしいんです。過去問も全く一緒です。だから私いつも企業経営理論のね、あの最初の講義で言ってますけど、もう正しいものに回る、間違ってる嘘の選択肢に×をつけてって言ってますよね。丸×をつけちゃってくださいと。で、×の選択肢を全部丸に変えるためにはどうすればいいか、そこを考えてくださいね。でもしつこくいつも言ってます。だから初めて今日聞かれる方ね、あの問題の丸×なんかどうでもいいから、選択肢を全部正しく書き換える、そういう訓練をぜひ意識をしていただきたいなと思います。はい。で、知らなければそれをインプットすればいいわけです。だからそれが5月中なんですよ。語学中に、あ、なんか知らなかった、あ、この単語は知らなかったとか、あ、この論点分からなかった、知らなかった、じゃあ覚えようなんです。これが5月って話、さっき言いましたよね、5月中はインプットですよと。これね、そう、それを5月中にやるんですよ。選択肢を一個一個潰していくんです。だから仮に丸、正しかった、当たった問題でもなんとなく消去法で切った選択肢あるでしょ。なんとなくじゃダメなんだよ。なんとなくこれ嘘くさいな×じゃなくて、ここが間違いなく嘘だよって言えるかどうかなんですよ。なんとなくの消去法じゃダメ、こうこうこういう根拠だからこれは誤りであるって説明できるレベルにしてください。
それが5月中、うん、5月中にやりましょう。だからインプットも兼ねてです。知らないことだから解説に書いてあるから、そこをしっかりインプットを兼ねながらやっていく。だから時間かかりますよ。選択肢を吟味する、一個一個吟味しなきゃいけないから結構しんどいです、はい、5月はそれを徹底してやってください。で、まあ、成績表がいずれ返ってきますけれども、まあ、次のページにこんなこと書いてありますけども、まあ、どうだっていいです。で、成績表の時に実は受験生の、まあ、千何百人って受験すると思う、受験してますけれども、この千何百人の受験生の中でじゃあ合格率じゃない、正答率が高い6割以上のものをこの必達問というふうにしてるんですね、レックでは。はい、ね、受験全員6、ね、全員の正解率が6割以上のもう必ず取らなきゃいけない問題と、この急所問というのがくせもので、これは合格レベルの方が得点できていた問題と。だから皆さんはここを押さえればいいんです。この2つ、急所問はみんなができる問題、必達問はみんなができる問題、急所問は受かる人ができる問題、この2つをマスターしようよっていう位置づけなんです、レックではね。ニッチとか捨て物は捨てとけばいいんですよ。とにかくみんなができる必達問と受かる人が解けた急所問、この2つを自分も解ければ受かるよ、できるよ。これが成績表に載ってくるんです。だから後で見直して、あ、これが急所問だったかとかね、もしかしたら星1つかもしれないんですよ。レックの講師は星1つってつけたけど、受験生皆さんは結構解けたって問題もあったりするわけです。だから後でね、成績表返ってきた時にどれが急所だったのかなっていうのをパラッとね、はい、見るっていうのは、まあ、その時にパラッと見てください。もうその1日だけで結構です。だからこの2つね、この2つを皆さんは後で成績表が返ってきた時にやってください、はい、っていうことです。で、じゃあもうそれ以外何すんのって話でね、今日はね、私、はい、受験生時代に使ってたノートちょっとね持ってきました。これもいろんなところでお見せしてるので見たことある人いると思うんですが、私は模擬試験とかで間違ったところとかね、知らなかったものとかを全部ノートにまとめてました、はい、あ、間違った問題とか。だから例えばこれよいしょ、経済学とかね、経済学で自分でこうってグラフを書いてさ、ここはこうだよって自分で参考書を書くつもりで、自分に対する参考書、うん、みたいな形でこう、ここがこう間違ったよねみたいな形でまとめたりだとか、これ経済学でしょ、運営管理だったらなんかこう、こういう処理のなんだこれ、環境基本法か、あ、古いな、リデュース、リユース、リサイクル、熱処理、適正処分、この流れね、 3R とかねやりますよね、とかこういうものとかをねまとめたりとかしてるわけですよ。こう自分で間違えたところをまとめてっていう勉強の仕方を私はやりました。皆さんやる必要ないですよ、自分に合った勉強してくださいと。で、私はこういうふうにまとめた上で書いて覚える人間なんですね。なのでお見せしますけれども、私はとにかくよいしょ、あ、映ってない、こうかよくね、画面の前の皆さんごめんなさいね、びっくりすると思うんだけどこれね、これ全部、まあ、文字みたいな、ね、遠くから見せると こんな感じです、全部真っ黒です、真っ黒、真っ黒、ね、はい、これね、とにかく 手でね、これ文字読めないですよ。アップにしましょうか、全然読めない、全然読めない、ガーって手を動かしてるだけだから。でもこれでボールペン50本ぐらいなくなったかな、ボールペン50本ぐらいで、うん、なくそう、これ一冊全部終わらそうと思ってやってたんだけど終わんなかった、うん、それぐらいだから、なんだこれ、なんか一生懸命、あ、クモの巣のグラフ書いてる、懐かしいISLM 曲線書いてるね、一生懸命とか、ボックス図書いてるから、これ財務かな、財務やったりとかね、まあ、なんかそんな感じで、うん、いろいろ懐かしいなっていう感じはするんですけども、こういうふうにインプット
インプットで余談があるんですけども、あのガーってね模試で間違ったところとか過去問とかをガーって書いてて、で本試験でもね本番でもこれ持ってったんですよ。私はあの当時、福岡会場で受けたんですね。福岡のねどこだったかな、西南学院大学かなかなんかで受けた時にね、これを開いて休み時間にねガリ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 って書いてたら周りがドン引きして、あいつやべえみたいな空気感になって、ちょっと周りがねちょっとザワザワしたっていういわくつきの、はい、でもこれで受かりましたからね。まあ何が言いたいかっていうと、要は皆さん自分が受かるためにね、受かりたいでしょ、今年受かりたいでしょ、じゃあやろうよって話なの。あと3ヶ月だから、3ヶ月必死で頑張れば受かれるからね。でその後は楽しい楽しい二次試験が待ってるんで、ぜひ自分なりのね弱いところ弱点を見つけて、でそこをしっかりと合格までねできてないところを埋める。でそのためにはぜひこの模試の復習は5月中に終わらせて、でさっき言ったこの6月7月ね、このアウトプットで何をするのか、もう過去問ですよ。もう皆さん耳にタコができてると思うけど過去問ですよ。で過去問をやるっていうと皆さんどうします？用意ドンで時計で測って解いたりしませんよね。まさかまさかそんな勉強の仕方しないですよね。60分用意始め過去問解いたりしてないですよね。ダメですよそんな過去問の解き方したら。いい？過去問は論点ごとにしっかりとマスターしていくための教材だからね。わかる？例えばじゃあ財務が苦手な人、よく私財務の話しますけれども、キャッシュフロー計算書が苦手だと、だったらキャッシュフロー計算の問題だけやるんですよ過去問。原価計算が苦手だと、原価計算の問題だけやるんです。全部原価計算だけやりゃいいじゃん。CVP 分析が苦手だって CVP 分析だけやるんですよ5年分苦手だったら10年分ぐらいやりゃいいじゃん、できるよ。だからよし、じゃあ今日は平成28年度とかね1年分やろうとするから続かないんだよ。過去問なんてのはもう1問だけでいいんだ、1問だけでいい。そのじゃあその苦手な分野だったら5年分でいいじゃん。それをとにかく覚えちゃうまで繰り返す。時間を計って解くもんじゃないの、覚えるための道具。過去問はそういうものです。だからよくもう過去問答え覚えちゃってるんですよ。いいじゃん答え覚えてて、いいんですよ。企業経理論とかでもね、もうこれ何度も見ましたよ、これ答えうでしょ、うん、いいんじゃない。じゃあいとあとえとおはどこが違うの、説明してって話ですよ。正しく直してって話です。そこが大事。答えがあだろうがうだろうがどうだっていいんだ。そこをこのアウトプットでやるんですよ6月7月。時間を計って解くんじゃない、むしろ自分の知識をどんどん出してね、アウトプットして、で解けなかった悔しいと、なんでだと、そこでも半分インプットみたいですよね。だインプットとアウトプットというのはそういうことです。6月徹底して過去問を使って正解ね、選択肢を全部正解にする練習すればいいじゃない。で最終的に7月以降になってから、まあじゃあ60分で訓練してみようかとかね、90分で訓練してみようかっていうのは7月入ってからやればいい。だから5月6月でほとんどもう完成させるぐらいのつもりで、はい、それぐらいでやってほしいなと思います。なので、まあ、特にあの独学の人とかにね、おすすめというか、最後にこのおすすめの講座、直前講座のご案内みたいなのしてありますけれども、まあ、こちらも参考までに、はい、で基本的に今私が言ったこと自分でできる人はもう自分でやればいいんです。わざわざこんなん買う必要ないって言うとまたレックさんに怒られちゃうけど、でもなかなか自分ではペースメイキングできない人はぜひ直前のね、道場とかぜひなんつうのかな、まあ、例えばこのね黒川先生の経営情報システムのさ、なんか実践解放道場とか、まあいろいろこうそれぞれプラス10点もぎ取り道場とかね、運営管理でこの中小白書、そう白書で言うとね明日
なんとね、これ池袋でこの超スパルタ講義ね、はい、この小松先生がですね、あのベーシック講座とステップ講座の 12.5 時間をなんと6時間に圧縮って、こうかなり無茶なスパルタなねのもありますので、もう実は中小まだだよって人はこれ、あのベーシック講座とレック生でね、レック生でベーシック講座とステップ講座両方取ってる人であれば誰でも受けられます、誰でも受けられます、はい、で同時中継もしてるので、ぜひこれは池袋来られる方はぜひ来てみてください、まあ、そんな形だから、自分でできる人は無理にね取る必要ないので、マストアイテムじゃないので、あくまでも過去問がマストアイテムね、そんな形で押さえておいてください。以下、いくつかねこんなのもありますよっていうのは各本校とか、それぞれウェブなんかにも載っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、というわけで、私が今今日時点で皆さんに伝えたかったのは PDCA の C と A の話、ね、何ができていて何ができてないのかを明らかにする、そのための模試だから。で、残された時間をどう配分するか、もう300時間はないよ、だからその限られた時間をどの科目に配分するのか、配分したね、じゃあ配分したらあとは何をやるのか、インプットからやり直すのか、それとももうアウトプット中心でいくのか、それは科目ごとに違うと思います。ただ一つだけ言えるのは、過去問の選択肢をねしっかり書き換えることができれば合格間違いなしです。はい、過去問の選択肢を書き換えられるぐらいね、解説ができるぐらいやればいい。だそのためにまとめノートを作ったり、とにかく書きまくったり、いろんなインプットの仕方もあると思いますのでね、残り3ヶ月、最後の最後まであがいてね、ギリギリまで頑張って、まだまだ時間はたっぷりあると思いますのでね、慌てずで、本当にもういつも言いますけど、その後に楽しい楽しい二次試験が待ってますから、二次は本当に勉強してて面白いのでね、特に今年初めて受験される方、とっとと一次を突破してね、二次試験にチャレンジできるように待ってます。はい、というわけで、ここまでで、ね、全体としての話は終わりたいと思います。じゃ何か質問とかありますか、大丈夫ですか、なければもうね貴重な時間なのでお家に帰って、復習してって言いたいと思いますけど、いいですかね。じゃあ、池袋本校の方はもうしばらくこちらにおりますので、何か個別に質問があったらいらしてください。あと全国中継先の皆さん、本当にお疲れ様でした。しっかり、お家に帰って、まずは、自信持って解けた問題とそうでない問題、仕分けるところからね始めてみてください。はい、というわけで、一次試験3ヶ月前ステップアップ全国模試が終わったらすぐやるべきこと、特別イベントはここまでにしたいと思います。ではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。